元プロゴルファーの古賀美穂さんにホームラン打たれた、それ本当なんですか？結論から言うと、もうここでちゃんと大きな声で言ってください。現役中に一番大きな買い物って何でした？はぁ、これマジで誰にも、どこにも出してる情報じゃないですか。それでは本日のゲスト、元ホークスの守護神、真原孝宏さんでーす。お願いします。今何やってるんですか、真原さん。だって現役辞めてもう5年ぐらいですか。丸4年経って、で4年間で、まあこの3年でちょっと学校、専門学校通って、柔道整復師と鍼灸師の資格を取って、今。いろいろと活動中です。活動で、まあ後ろにね、いろんな器具とかありますけど、今何やってるんですか？選手とかが来てくれてですね、トレーニングであったりケアだったりとかっていうのを、あとはトレーナー育成の方ですね。またなんでトレーナーさんやろうと思ったんですか？まあ自分自身がなんかこういうトレーナーがいたらいいなとかあって、うんうん、でまあその時になかなかそういう人いなかったんですよ。もうその現役選手の感覚を知ってて、でかつその実績を持ってて、まあその体の知識がある、本当のその知識があるっていう人がいなかったんで、あ、じゃあそれに自分がなりたいなと思って。どの選手見たんですか？一番最初は浅尾、中日の浅尾選手で、その後はまあ今現役で言えば岩崎翔、お、福田周平、お、あとは加山もちょくちょく。お金目当てじゃないですよね。そうですね、お金目当てではないですよ。はい、だってもう、はい、だって2億円もらってましたから、もういらないですよね、お金ね。いやいや、でもなんかそのモチベーションとして、まあ例えばなんかこう好きなことに使うというか、まあ旅行とかそういったことに使いたいねっていうのがあって、まあただ今後のその生活費とかそういうのはこれからの稼ぎでやっていきたいなっていうのがあったんですよ。でもぶっちゃけですよ、これじゃあ現役の頃のお金っていうのはまだ残ってます？はい、残ってます。使い切れんもんね。マラさん、ちなみに、はい、現役中に一番大きな買い物って何でした？家を建てたりとか。何坪？坪ですか？坪で言うと1200ぐらい。はは？どこにも出してる情報じゃないですから。1200坪？はい。まあ、ただ、海と山なんですよ、周りが。はいはいはい。広い土地が買えて。しかも、糸島なんで、自分が、今が結構、糸島ブームが来てるんですよね。はい、来てますね。ここに住み始めてもう10年ぐらい経つんです。丸10年経つんですよ。まあその当時はもう全然なんかあんまりそういうブームみたいなのなくて、まだ、うんうん、はい、でもそこからブワーッと人が増え始めた感じなので、そんなにこうね、土地とかも結構広く余ってたんです。でも1200坪って言ったらですよ、はいはい、そこで何するんです？そこでまた野球ができるじゃないですか。結構多趣味なんですよ、すごい。僕自身、はいはいはい、何やってるんですか？はい、アウトドアとかもすごい好きだし、あとは、うんうん、あのガレージとかもドーンと作って、世田谷ベースみたいなのも作ってるんですよ。男の遊びの空間とか、まあなんかそういうので全然こう有り余ってる感じではないです。今度改めて、はいはい、YouTube の撮影でお伺いします。今度いろんなジャンル撮れると思います。そうですか。現役の時にちょっと真原さんに聞けなかったんですけど、はい、真原さんって熊本出身じゃないですか。はいはい。少年野球時代に元プロゴルファーの古賀美穂さんにホームラン打たれたって噂を聞いたことがあるんです、はいはい、それ本当なんですか？結論から言うと打たれてないんですよ。あ、打たれてないんですか？どこまで、まあ、言ったらいいのか分かんないんですけど、はい、まあ、ジャンクスポーツっていうね、番組から取材が来て、古賀美穂さんからホームラン打たれたらしいんですけど、どっから始まったんですよ。はいはいはい。もうカメラ回ってたんですけど、いや正直に、いや打たれてないですよっていう話したんですよ。はい。したらいやもうここは打たれたことにしてくださいっていうふうに言われて。テレビの嫌なとこやな。はい。その流れで打たれたっていうことにしたんですよ。浜田さんに向けてコメントも取って、はい、こんにちは浜田さんみたいな、その当時の光景をはっきりと僕は覚えてますみたいなコメントを出して、そしたらなんか次のそのオフの野球教室あたりぐらいから、はい、古賀美穂にホームラン打たれたんやろとかってめっちゃ言われるようになったんですよ。これは結構取り返しのつかないことを言ってしまったなと思って、でも全力で否定はしてますけどね、その野球教室の時とかは打たれてねえよ。実はその熊本の番組で古賀美穂さんと収録することがあったんですよ、テレビ番組、はいはいはい、お互いなんかこう
初めましてみたいな雰囲気だったんですけど、うんうん、で僕はもうはっきり覚えてて、小学校時代に僕が一つ上で小上彦一つ下だったんですよね。はいはい。じゃあ実際には打たれてないんですね。打たれてないんですよ。じゃあ今そうやって嘘ついたことはやっぱ後悔してますか？子供たちにすごいこう言われるっていうのと、ウィキペディアに残ってるっていうことですっごい後悔してます。でもここでちゃんと大きな声で言ってください。否定してください。いやいや、もうまず打たれてません。ヒットも打たれてないです。そう、これ覚えてるのが女の子なんで、相手が、うん、ボールボールとか続くと、あのブーイングが起こるんですよ。もちろんもう全部ど真ん中勝負みたいな感じで行くんですけど、はい、外野手もものすごい前に来るんですよ。ライトオーバーだったかな、なんかもう軟式って跳ねるからポーンって越えていくじゃないですか、うんうんうん、でそれでですね、三塁でタッチアウトにしたのかな、記録ではツーベースかなんかになると思うんですよね。そうですね。だからヒットは打たれてはいるんですね。ヒットは打たれてはいますね、はい、でそこでジャンクスポーツで流れた映像があるんですよ、小学校時代の。はいはいはい。僕じゃないんですよ、ピッチャーが。え？そう、まあ、まあすごい打つっていう評判の選手だったんで、うん、いっぱい多分ホームランを打ってると思うんですよ。振り返ってみましょうみたいな感じで VTR が流れるんですけど、はい、自分のチームって結構あの真緑のユニフォームなんです、上が、うんうん、ですっごいこうあのアンダーソックスとかも緑で、すごいこう、はい、ユニフォームだったんですけど、まあ、ものすごいクリーム色の全身、綺麗にホームラン打たれてましたね、その映像は。小学校、中学校時代の同級生とか後輩とかを会った時は、まあ大概その話はしてましたね。打たれてないですよね、みたいな。じゃあ、あのホームラン打たれたのは違うピッチャーなんですね。現役中にやらかした珍プレーってあります？なんかサインプレーとかいろいろあるじゃないですか。そういうのを僕全く守ってなかったんですよ。嘘やろ、プロだったら守るでしょ。でももう9回のもう言ったら緊迫した場面じゃないですか。間合いっていうかやり取りっていうのを僕はマックス集中したかったんですよ、うんうんうん、だから2塁とかになったら、例えばあの牽制とかっていうサインが出るんですよ。野手からもサインが出るんですよ、うん、でそれもこうずっと見とかないといけないんで、キャッチャーのバッテリー間のそのサインも覚えとかないといけないし、野手とのサインも覚えとかないといけないです。はいはい。でももういっぱいいっぱいの状況の中で、視野の広さは持ちえないですよ。もうバッターオンリーなんですね。そうです、そうです。はい。で、まあ、キャッチャーのサイン見てうなずいて、で、セカンド、まあ、ショートがサイン出すんで、それにうなずいて、はい、ガン無視してバッターと勝負してました。セカンドショートはびっくりするでしょうね。よく山崎克樹だったんですよ、あの僕の時のキャッチャーは。キャッチャーがね。はいはい。で、なんかベンチからサインがね、首脳陣からあのキャッチャーにサインが来るんですよね。僕が全然無視するんで、うん、僕がいつもベンチに向かって首振ってましたもん。無理無理、こいつ無理。言うこと聞かないよって言うこと聞かないで、後から、まあ、きっちり高山さんとかに怒られるっていうことでもやっぱそのぐらいバッターに集中したかったんですよね、マーラさんはね。あんまり今の抑えのピッチャー、特に外人選手とかっていうのはなかなかサインプレー出ないですよ。無視してもいいんですね、サインってね。ダメですよ。罰金ものですよ。罰金してでも、はい、もうバッターに集中したかったんですね。もう勝つためには絶対これはもうバッター集中でいった方がいいっていうふうに勝手に思ってたんで、僕が。でもその牽制、まあサインを無視したら罰金って言ったでしょ。罰金ってどのぐらいのもんなんですか、はい、罰金結局どれぐらいだったんだろうな。でも多分何万単位とかです。定かではないんですよ、それが決まってないんですよ、はっきりと。あ、そうなんですか。誰が決めるんですか、そのね、金額って。誰が決めてるのかもわからないです。入った時はそのサインプレーミス、例えば10万とか寝坊10万とか。へえ。でもなんか選手会で集めてるお金とかもあるし、そういうのを賞金回したりとかっていうのもあるし。それじゃあその罰金って選手会に払ったりするんですか。そうそうそう、そういうところでうまくこう回って。なるほど、そういうことなんですね、はい、お知らせとかメッセージとかないですか。お知らせは、自分も YouTube チャンネルを開設してますので、ぜひ、はいはい、トレーニングチャンネルの方をちょっと開設してますので、これから更新していきますので、はい、チャンネルの名前は真原隆弘のトレーニングチャンネルです。はい、はい、じゃあコンバットマンチャンネルとともどもよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。